はいどうも、成城の光です。今回も、ハードオフ2店舗かな回ってきたんで、その購入品紹介をしたいと思います。まずじゃあ軽くね、 CD から。今回もね、みんな100円のしか買わなかったかな今回は。そうね、まず CD こちらですね。はい、ジャネット・ジャクソンのアルバムなんだけど、まあいろんな曲入ってるよっていう感じ。これが100円ね、9月入荷100円でした。はい、もう今10月だけど、まあ9月に行ったのかな。はい、で次がね、こちらですね。はい、モーニング娘。のアルバム、反射して見づらいと思うんだけど、これはね、7月入荷で100円。モームスなんだけど、これね、一番年上が吉沢ひとみかなとか、あとミキティとか、まあ、くすみこはるとかがいるようなやつでね、一番この中でおすすめの曲は、ザ・マンパワー。マンパワーってやつね。はい。そして次、ちょっとよくわかんなかったんだけど、一応買ったのが、これ、ね、ビッグバンのアルバムかシングルかよくわかんないんだけど、こんな感じ、結構分厚くて、中見れなかった状態で売ってたんだけど、まあ一応開けて、あとまだ聞いてないんだけどね、9月入荷でした、ビッグバンね。はい。これ100円でしたと。次もね、次はこれかな、EXILE でアルバムなんだけど、これね、ちょっとあんま知ってる曲がなかったから、なんか逆に新しい曲知りたくて買いました。ちょっとピント合わないけど。あ、こんな感じね。あんま知ってる曲なかったから逆にいいかなと思って。はい。俺が一番好きなね、この6、7人、7人かな。7人の時の EXILE かな。はい。でしたね。はい。次からが全部ゲームかな。はい。まずこちらですね。裸で売ってました。ミンゴル5、プレイステーション3ですね。はい。これ108円。これ8月2日かな。うん。これね、結構300円ぐらいで売ってる、あの箱入りで売ってたりするんで、皆さん。結構安いんで。しかも面白いからね。はい、あとはね、プレステ3のソフト、じゃなくて PSP か、のソフトが、4つかな。はい、1つ目が、これかな。キングダムハーツ。なんていうの？バイスリーブ。まあ、ミッキーとかのゲームだね。これがね、なんかね、なんか剥がれてるとか書いてあるけど、なんかよくわかんないけど、まあ普通に大丈夫そうでしたね。はい。そして次が、次はね、9月入荷で、なんか新しめだったから2本買ったんだけど、テイルズ・オブ・ザ・ワールド、ん？テイルズ・オブ・ザ・ワールドの1と2を買いました。はい。両方とも100円でした。9月入荷ね。9月の末に行ったんですけどね。はい。で、ラストの PSP がこちらですね。新三国無双の PSP。これはね、7月入荷で108円でした。そして次がね、今話題のこちらですね。ワンダースワンって今話題じゃん、あの仮面ライダーの影響で。ワンダースワンのソフトをちょっと3本買いました。ワンダースワンのソフトね、100円で売ってたら結構買うんですけど、まず一つが犬夜叉ね、108円。結構人気ですぐなくなっちゃうから、もう見っけたら買った方がいいですね。次も犬夜叉で、カゴメ夢日記。はい。そしてラスト、これがちょっとね、結構俺の中では一番の当たりかなと思うんだけど、信長の野望のワンダースワンバージョン。これも180円でした。うん、なかなか面白いかなと思いますね。さあ、ラストなんですけど、ラストは DS のソフトですね。はい。3DS じゃなくて DS ですね。はい。ジャンプの、スーパースターズってやつ。だからまあ、ジャンプのいろんなキャラクターが出てくるゲームだと思うんだけど、多分アクションゲームかな。まあ、やってないからわかんないんだけど、一応これも108円でした。なんかこれは面白そうだなと思って、リョウさんとか出たらいいけど、リョウさんは出ないか、ルフィとかナルトとかしか出ないかな。だからちょっと俺的にはよくわかんないけど、リョウさんが出ればすごい嬉しい。ジャンプだったらね。はい、こんな感じで今回は CD とゲームとかのソフトばっかかな。108円のをいっぱい買いました。あとはね、なんかね、オフハウスに大きい置き時計みたいなのがあったんだけど、ちょっと今部屋を片付けたいから、ちょっとあんま余分なものを買わないようにします。はい、あと部屋のものちょっと整理したいから、プレゼンの企画やりたいところなんだけど、なんか大きいものを減らしたいんだけど、大きいものって送料かかるから、ちょっと今考え中です。以上、成城でした。バイバイ。Please subscribe.